ありがとうございます。この動画をタップしたそこのあなた、ズバリお掃除ロボットに興味がありませんか？この動画ではお掃除ロボットを持っていない方に向けたリアルなレビューを紹介しております。少々お時間をください。では早速やっていきたいと思います。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ロボの監督です。物語には始まりが大事、監督とお掃除ロボットの出会いサクッと紹介していきたいと思います。今から5、6年前、家賃2万5000円の家に住んでおりました。その時は掃除するなら100均で買ったちっちゃいチリトリと同じくこちらゴロゴロでせっせっせっせと掃除をしてきたわけであります。その頃は掃除環境と不満はなかったのですが、そして現在家賃5万円のちょっと広めなお部屋に住んでおります。ちりとりじゃ掃除が全然おりません。コロコロ時間がかかりすぎます。であとですね、こういった大きいですね、ほうきも買ったんですけども、まあめんどくさいね。しかもですね、白い床だとゴミ、髪の毛とかも目立つんですよね。一回目立っちゃうと気になる気になる。ネットサーフィンをしていますと、お掃除ロボットはじめはね、どうせネタでしょとか、お高いんでしょと思ったわけでありますよ。でもね、監督ラボをスタートさせまして、新しいもの好き、便利グッズに血が騒ぎました。現在、新しい3種の家電、ドラム洗濯機、食洗機、そして今回紹介するお掃除ロボット。ちょうどですね、その頃、Amazon セール機に該当しておりまして、通常価格29,800円が9,000円引き、19,800円で物は試しにということで購入しました。それから3年後、現在、部屋の清潔を保ってくれる家電として大活躍。もはや、日常生活には欠かすことができない神家電の座を取っております。エコバスロボティクスオズモ615です。こちらですね、3年間お世話になりました。過去形です。なぜかと言いますとですね、見た目は特にですね問題はないんですよ。充電セットしますと、はい、聞こえますでしょうか。なんとですね、充電を開始したら左の羽だけで常に回転しております。電源を切ると回転をし続けるというですね、おそらく故障ですね。このような状態になってしまいました。ずっとこの音を聞かなきゃなりません。なので強制的に電源を切る。お疲れ様でした。で、早速ですね、やっぱ部屋が汚れると気持ちが下がり、心が進みます。というわけでですね、買い替えを今回しました。あと、お掃除ロボットというものは何なのかというものを皆さんにこの動画を通して伝えていきたいと思います。正直不満点はありません。というわけでですね、どうせ買うんだったら冒険はしたくないので、同じエコバスから出されております、最新のね、機種を買おうかなと、ネットサーフィンをしましたところ、4万6000円。おい、高いな。高いぞ。お掃除ロボットで今皆さん聞いたことがあるかと思いますが、ルンバですね。こちらまあ安い気しても4、5万かかります。監督の持ってるオズモと本機を比べてみますと、ここまでね全然この満足でした。こちらのオズモくんに関しては小型で小回りも効いて、ルンバはやっぱでかい分おーでなかなかの騒音で、実家にいた時にですね、こんな音があるのってビビりました。では早速お披露目したいと思います。はい、こちらでございます。開封の儀。ではお披露目します。今後長く監督と関わっていく家族と言ってもいいと思います。はい、紙がありまして。おー。はい、こちらとなります。ユーフィー。ユーフィーちゃんと名付けましょう。はい。お、持ち手がついています。中華メーカーでございます。ロバック 15C。Wi-Fi を使っているアプリ対応の機種となっております。開封する前にですね、監督の友人数人おりました。みんなですね、お掃除ロボット持ってないんですけども、なぜ買わないのか聞いてみました。家に段差が多いから。なるほどですね。あとでこちらも紹介していきたいと思います。そしてですね、そもそも問題。なんだかんだで掃除機を使いそう。特になくても困らない。いうわけなんですよ。監督までロボット掃除機と出会う前は全くの同意見でした。そして今、迎え入れましたら、世界が変わります。それぐらいお勧めしたいです。ちなみになんですけども、この動画案件動画ではなく、タイトルにもあるように自腹で購入しております。あと買わない理由、犬が吠えるから。まあ、監督もね、ナビおいでて濃厚ミルクビスケット。というわけでこちらですね、お食べたいか、お食べたい食べたい、あっ、あ、取ったなおい、美味しいです。というわけでですね、こちら愛犬でありますナビくんでございます。トイプードルでーす。話戻しまして、犬が吠えるのではないかという問題ですね。ズバリ慣れます。例えばですね、監督のうちには、こちら、自動開閉カーテン装置。で、はじめ、ナビもです。朝、例えば6時にアラームをセットして、ビーって動きますと、吠えるんですよ。あとはですね、こちら、日立の炊飯器、お米が炊きましたら、ピーピーになります。吠えます。でもね、2、3日経つと、それが当たり前になり、全く吠えなくなります。犬は、ズバリ慣れるんで、そこは気にしなくて大丈夫だと思います。
こちらを導入することによって床掃除にかける時間がきれいさっぱりなくなります。裸足で床を歩くと足にゴミがつく、あれも完全解消します。特に夏、靴下は部屋で履きませんよね、脱ぎますよね。足にゴミがついてゴミ箱まで行って足のゴミを落とす、そんなものはいらん。はい、そんなものなくなります。特にですね、なんか月々料金がかかるとかそういった料金対策はありません。完全買い切りです。めちゃくちゃおすすめです。オープン。おお、結構でけえ。このような形で入っておりました。かっこいいですね。おお、軽い。オズモ君より軽い。こちらでございます。かっこいい。ちょっと、写真で見るよりめちゃくちゃいいですね。そして、充電器でございまーす。リモコンも付いております。アダプターです。さっきの充電器につけるアダプターで、リモコンにつける電池。ブラシが4つです。基本2つ使って、買い替え用でさらに2つ付いております。ゴミを吐くときに使う、吐けるブラシ。こちら、替え用のフィルターです。これは何でしょうか？結束バンドですかね。取扱説明書、日本語で書いております。このような感じでございます。そして、スタートガイドというものも付いております。セッティングしたいと思います。はい、この羽なんですが、ここの2箇所ですね。こことここに、こいつをつける。はい。はい、こんな感じです。こちらを剥がしましょう。色はですね、ホワイトかブラックになります。もちろん監督は白が大好きなので、こちらの白、ホワイトを購入させていただきました。ちなみに最大24ヶ月保証というものもついております。本体サイズはですね、7センチとなっております。こちらが前回購入したものですね。気持ち薄くなった程度ですね。家具のですね、届かないところも、こいつがですね、と入ってて綺麗に掃除をしてくれます。こういう感じでね、こういうことしなくていいです。デザインから見ていきたいと思います。いいですね。前回のこちらですね、本当にまあザ・白って感じなんですけども、反射するんですよ。このツヤツヤ感っていうんですかね、色使いわかるかな。ザ・白とちょっと反射してる。調べてみますと、こちら傷がつきにくいガラスカバーがですついております。カバーといっても別に外れるわけではありません。上に乗っかってる感じですね。もちろんですね、集めたゴミ目に映りません。ゴミはですね、おー、オズモの場合はですね、こちらここからこういうねゴミを取り出すタイプでございます。で、今回の機種に関してはここからですね、さっと出すことができます。でかいですね。ここを外して、ここはフィルターですね。ここから開けると、はい、かなり大容量です。わー、ちょっと待って、かっこいいよ、これ。こうね、入れる。せっ。本体の中に電池ではなく内蔵されております。この中に入ってるのかな、大容量のリチウムイオンバッテリー。パワフルな吸引力、最大約ですね100分連続稼働します。あとロボット掃除機というわけでですね、掃除終わったらね、ドッキングステーションというものがありますので、こちらね赤外線がついておりまして、本体にも搭載されていますので、この辺がもう赤外線がもうぐるっと回っているので、その位置をこうやって確認しながら、このドッキングステーションと通信しながら、こうねこう入っていって、ガッチャンと止まります。これはねマジ見ていて感動です。この戻る場合なんですけども、お掃除が全て完了した場合か、本体の電源残量がですねなくなった場合は、強制的に充電ステーションに戻って充電を開始してくれます。直帰率なんですけども、たまにねなんか段差にうまくかまってしまって取れなかったりとか、あと閉めるはずのドアを開けたままにして、下のなんか床のマットをぐちゃぐちゃにして固まったりとかして、充電が切れてしまった場合もありますけども、まあ、そのケースはレアですね。ほとんど直帰します。残業はしません。アプリ連動機能があるということで、こちらでやっていきたいと思います。はい、ユーフィーありましたね。ユーフィーホームというものがありますので、こちらをダウンロードしていきたいと思います。はい、ライトがつきました。ダウンロードができましたので、開いてみましょう。はい、セットアップは数秒で完了します。お掃除ロボットはですね、照明機材もですね、販売している会社となっております。今すぐ試す。というわけで、メールアドレスを入れましょう。はい、では、デバイスを追加します。今回はロボット掃除機ですね。ロボット掃除機を押します。ロボット掃除機がたくさん出ておりますね。全部黒で出てますので 15C ですね。はい、こちらを押します。はい、次へで電源ボタンを入れます。オンにします。確認できました。次へユーフィーエコ、ロボバッグありました。はい、接続しております。はい、パーセンテージが上がっております。はい、ユーフィー名前を保存。あなたはこのデバイスのオーナーです。他の人とデバイスを共有することもできます。お、動きました。動きました。こんな感じで動いております。ちょっと吠えないぞ、吠えないぞ。このような感じで、進んでおります。はい、で、この辺に関してはちょっとコードがあるので、コードは危険です、皆さん。コードは絶対に避けましょう。ちょっと今、撮影環境でコードがあるんです。はい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 。カメラがあるのでこんな感じでございます。
題ですね。やっぱ掃除機というわけで、埃を素で吐く、その排気音、中華メーカーを含む性能と価格、コスパ重視で探しましたところ、出会いました。ちなみに、オズモック標準が 56dB。今回に関しては55です。なので、ほぼほぼ同等でございます。ちなみに、電子レンジの稼働は、同じ 55dB です。昼夜問わず使用はできますが、経験則から言いますと、テレビを見ながら回すのは、ちょっと無理かなと思いました。お掃除ロボ最大のメリットとしましては、普通掃除ってすると、まあ、自分の時間がそのリアルタイムで時間が作れますよね。でも、家から外出時とか、仕事を行く前とか、家から出る時にスイッチを押すのが一番ベストな使い方かと思います。なおですね、吸引力を最大値までに上げますと、60dB。一般的な会話の騒音レベルが 60dB と言われてますので、それ相応の音を意識していただければと思います。続きまして、充実の機能、障害物回避、落下防止センター、赤外線センサーというものがありますので、例えば照明機材がありましたら、ぶつかるなと思ったら、ここでグッと回って、こうなって、こう進むっていう感じ。掃除されております。掃除されております。はい、で、物がありますよ。はい、避ける。段差なんですけども、約ですね、16センチなんで、これくらいの段差だったら乗り越えることができます。それ以上、まあ2センチだと登りきれないというわけですね。はい、タイヤがここまで沈み込むので、はい、この程度であれば全然登りますね。落下防止センターですね。こう来てこうなってたらこういう感じで、あ、ここからもう何もないなっていうのを判断して、こうね、避けるというですね、落下防止センターもついております。あと注意点としては、ヒラヒラしたカーペン、この際なんで撤去してください。厚手のカーペットには弱いです。経験談としては、カーペットと畳はなかなか効果が発揮しづらい環境かと思います。逆にですね、効果が発揮するのが薄地のカーペット、タイル、ラミネート地、そしてフローリング、まあフローリング環境で生活している方はですね、もうぜひこのお掃除ロボットおすすめです。続きまして、独自機能ですね。床環境に合わせて、変化自在、ブースト IQ テクノロジーを搭載しております。ブースト IQ テクノロジー、これ何やって思うんですけども、床環境が変化した時に、約 1.5 秒の速さで、最適な吸引力に自動で調整されます。カーペットからフローリングへ行く際に、床の接地面を自動で判別して、あ、これはパワー欲しいなって時は、キュワーンって上がって、吸引力を上げます。裏側はこんな感じになっております。これでね、ホコリをね、こちらに集めて、で、こいつでガンガンシステムになっております。通常の吸引モードは約100分間連続稼働しますが、約60分間の連続掃除ということになりますね。おー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 、スタンダードブースト、こちらを押すとブースト IQ ですね。で、最大、おお、なるほど、ちょっと音が大きくなりますね。はい、続きまして、こちらモードが5つございます。はい、まず1つ目ですね、部屋全体をまんべんなく綺麗にしてくれます自動モード。基本的に自動モードにいつもね、ポチッとスタートしております。今こんな感じですね。本当はこれもうちょっとですね、幅が欲しいんですけども、ここにこいつがちょうど入って、いい感じで収まるのが最高ですね。はい、では今回ですね、リモコンでやっていきたいと思います。でですね、今ここにね、汚い毛とかホコリがあるんですけども、ではスタート。はい、通りました通りました通りました。はい、で下を向きましょう。はい、見事綺麗になっております。続きまして、特定箇所を集中的に掃除してくれるスポットモード、これを押すと多分その場でくるくる回るのかな。おお、回ってる回ってる。この丸いくるくるを押すことによって、同じ場所をくるくる回って集中的に壁周辺を確実に掃除してくれます。これは人間の手でやると、まあまあ細かい作業になりますよね。こちら、エッジ機能ついております。これは、角ですね、角。はい、今スタートすると、もう常にもう角の部分から角だけを集中的に進む感じですね。はい、ちょこ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 細かく動きながら、こういう感じで、角っこを順々に掃除してくれる機能となっております。まあ、基本的にはこのね、オート機能でいいかと思います。あ、これ抜け出さないかもしれないこれ全機能のオズマ君もね、こういうやつにはまって抜け出せなかったんですよね。抜け出せるかな、頑張れ。そのお、お、いけるか、ギリギリ、おお、いけた、抜け出した。はい、というわけでですね、しばらくこの自動で部屋をきれいにしてもらいたいと思います。一つの部屋を集中的に掃除してくれますシングルルームモード。最後にリモコン操作で操作することができます。すごい、これ下を押したらバックするの。
マック 15C ですね。ちなみに15が11に変わるとアプリモードがないものとなっております。 UFI ホームという無料アプリを使用することで掃除の開始、終了、スケジュール設定、モード変更等々いろんな設定がスマートフォンでできちゃいます。ボタンを押すのすらめんどくさいって方はですね、スケジュール機能というものがですねかなりおすすめらしいです。平日の出勤時間にセットしておけば家から出たら数分後自動で回って帰ってきたら綺麗になってる部屋に帰宅できるというね、自分がいない時にね代わりに掃除してくれるという。で、あとですね、声で操作ができます。アレクサアプリ連携できます。両手が塞がってる時にアレクサ話しかけるだけで掃除開始、終了、一時停止、再開、充電ステーションに戻る、位置確認の操作などが声でできてしまいます。最高ですね。続いて探す機能、ローバッグを探す、スタート。あ、これはどっか行ったら本体から音を出してここにいますっていうのを探ることができるというわけですね。というわけで今回新たな掃除機ユーフィちゃんを紹介させていただきました。もう一回改めてですね、監督がこのねお掃除ロボットをおすすめする理由を、ね、最後にまとめていきたいと思います。はい、まず買うことによってゴミが一切つかなくなります。もう便利です。あとはですね、普通紹介はし忘れたんですけども、ペットを飼っている方、毛問題悩んでいる方いますよね。そんな方ぜひこちらを使いますとかなり解消できます。鼻炎がある方、ホコリ関係とかね、このお掃除ロボットを使うことで部屋環境がですね一気に向上しますので、ホコリをかなり除去できる環境になります。あとですね、最初これデメリットに出そうかなと思ったんですけども、部屋環境、家具やレイアウトが変わります。なぜかと言いますと、特に電源コードですと足に引っかかるとぶつかったりするので、下にですねよく物を置く方置かなくなります。監督自身もですね物をよく置くんですけども、この掃除機ロボットを導入してから物を置かなくなりました。よって見栄えが良くなるので部屋を広く見せることができます。そんなわけですね、こちらユーフィーちゃんのお値段をですね紹介したいと思います。まずですね、冒頭にですね掃除機ロボットかなり知人に行ったという話をしたんですけども、いくらまでなら買うかというですね、今回ですね2人から回答をもらいました。まず1人目、3万から5万程度買えます。もう即買ってください。こちらなんですけども、通常価格ですね1万9800円なんで約2万です。2万円あれば買えます。さらにですね、アマゾンセール大体かなり安くなりました。監督が購入しましたのが14,980円、アマゾンセールを狙うと1万5000円程度でこちらをゲットできちゃいます。今紹介しました機能を考えてください。この環境が手に入れられると思ったら、ちなみにこの機種なんですけど、型番似たようなものがありまして、先にお伝えしました 11S というものはですね、こちらはアプリがなくて完全なリモコン操作のみとなります。スマートフォンが苦手な方はですね約2000円ほどお安くなっておりますね。で、あと型番の後ろに MAX MAX とつきますと吸引力がさらにアップします。吸引力をもっと重視したいという方で多少上がりますが、これ MAX というものを狙ってみてください。まあ、ただね、監督に関しては、ね、オズモ君で十分満足しているので、この MAX が付いていない機種をコスパ面も含めてこちらを購入しました。あとはですね、ハイブリッドとつきますと水拭きができます。ちなみにオズモくんもですね水拭き機能はついていたんですけども、約3年間で使った回数なんと2回です。なぜかと、水を入れるのはねめんどくさくないんです。ただアートなんで、水拭き機能を使いますと水をね一旦全部どかしてからね、水の水滴が残ってたらカビの原因になったりとかで、かつそのままスタートしちゃうとホコリがある状態で水拭きしちゃうので、まあ、もし導入したいのであれば通常バージョンのものと水拭きバージョンを2つ手に入れて、最初にこの本体でホコリを取ってから水拭きをスタートさせるっていう方がベストかと思います。まあ2倍かかりますけどね。あとですね、ちょっと忘れてました、時期にはよりますけども、監督が購入した時にAmazonお掃除ロボット売れ好きランナンバーワンでございました。いや、いい買い物したよ。ユーフィーのローバック 15C とてもおすすめでございます。これから監督ラボの部屋をきれいにしていただけるというわけでですね、オズモくん今までありがとうございました。今後ですねユーフィーを使って部屋環境を整えながら生活していきたいと思います。はい、この監督ラボではですね、自分が好きなもの、これは本当におすすめしたいなというものをですね、レビュー動画を中心に動画を公開しております。興味がある方はですね、ぜひ今チャンネル登録をして他に気になった商品ありましたら見てください。今回はですね、特に案件動画とかではなくて自腹で購入しておりますので、ぜひ、お掃除ロボット興味がある方はですね、こちらの動画を参考にしてユーフィーなり他の機種なりを見てはいかがでしょうか。まあ、ただですね、お掃除ロボットはですね、この他にも多くのメーカー出しておりますので、多少ね機能を削ると1万円以下でも買える商品があるかと思いますので、ぜひ Amazon でお掃除ロボットと検索して見てみてはいかがでしょうか。特に Amazon セールで買うのがおすすめです。ありがとうございます。この動画をタップした、違う、濃厚ミルクビスケット、はい、リモコンも障害物回避、落下防止、赤外線性、この約60分、はい、6